あれ私血、私の血だ。どうしてこのままじゃ私死ぬってよ。お前このままだとくたばるって。この声、シカ君、シト君もいるの？ああ、そっか。私、死ぬんだ。どうする？言っとく？どうして、どこからこんなことに、なんでこんなことになっちゃったんだっけ？走らない。あ、はい先生、すみません、すみません、急いでまして、今度から気をつけますから。もうどうしよう、お昼休み終わっちゃう、またみんなに怒られちゃう。うわあ、痛った。あ、パン落としちゃった。この二人、同じクラスの。おい、こら！ぶつかっといて挨拶もなしか。え、すみません、すみません。いいよ、気にしなくて。ところで大丈夫？はい、落ちたよ、パン。ありがとうございます。一人で随分とたくさん食べるんだね。え、いえ、これはみんなの。すみません、本当にすみません。首輪？二人に首輪が見える。メガネずれてるよ。やだ私。本当にすみませんでした。首輪、気のせいかな。あ、ミチル、やっと来た。まったく遅いよ。ごめんユミちゃん。いいからパン早くして。あ、何これ、頼んだパンと違うじゃん。もうミチルはポーっとしてるんだから。私やっぱりそっちのパンの方がいいな。そうだミチル、半分こしようよ。え、ダメ？嫌ならいいんだけど。ううん、そんなことないよ、嫌じゃないよ。うん。あ、やっとミチル帰ってきたんだ。ずいぶん待ったんだからね。あれ、え、どうしたの？私のパンないじゃん。ミチル買い忘れたの？どうすんのよ。もうごめん、ほんとミチルはどんくさいんだからさ。ごめん。あ、じゃあ私もう一回買いに行ってくるね。その必要はね。え、ほら、さっきの落とし物。あ、それさっきの廊下で一つ残ってたから、君のだよね。ああ、ありがとう。気をつけてね。ちょっとなんでなんで、チカ君と仲いいの？シト君にも吠え見かけられちゃってさ。何今の、ちょっとどういうことなのよミチル。どういうことと言われても。友達なの両方とも？別に友達じゃないけど。じゃあなんであの二人がミチルに話しかけてるのよ。あの二人って？あんた知らないの？二人セットで超有名人じゃない。ほら、奇跡の生還者よ。奇跡の生還者？半年前にあった高橋立教陥没事故の時の。ああ、あの20人くらい亡くなったっていう。そう、それそれ、テレビで騒がれてたでしょ。あの事故で奇跡的に無傷で助かった少年が2人、それがチカ君とシト君ってわけ。未成年ってことで名前は少年 A と B としか公表されてなかったけど、この辺じゃ有名な話よ。へー。少年 A こと橘シト君、女子の間ではアイドル的存在つーか。かっこいいし優しいしね。少年 B こと暁チカ君は学校にもあんまり来ないし、なんか近寄りがたい雰囲気だけど、この学校ではレアなタイプの男子だよね。でもチカ君もちょっとかっこいいよね。どんな気分なんだろう。みんな死んだのに自分たちだけ生き残るって。ねえねえ、ミチルは、ミチルはどっちがタイプ？ねえミチルってば。私ならミチル。あ、え、あー、ダメ、メガネ取っちゃう。ミチルが人の話聞いてない罰だよ。返して、返してよ。反省するまでダメ。そんな、それがないと私変なものが見え、あれ
カ君とシト君まだ教室にいたんだ。首輪、やっぱりさっきの気のせいじゃなかった。二人の首にグレーのあの首輪が見えた。え、見えた？どうしたのミチル。ちょっとミチル、ミチルってば。見た、また首輪見ちゃった。しかもあんなにくっきりと。はあ、神様。ねえママ、どうしてミチルだけ変なものが見えるの？他の人の首のとこにね、犬の輪っかみたいなものが見えるのよ。首の輪っかが見えた人、みんな死んじゃうのよ。ねえミチル、何？ママと約束してちょうだい。もうそういう変なことは言わないって。うん、ママ約束する。でもママ、ママの首にもね、黒い首輪が。ママ、ママ。メガネ、あった、よかった。そっか、私教室で倒れて保健室に担ぎ込まれたんだ。久しぶりに見ちゃったな、首輪。チカ君とシト君の首にくっきり見えた。あれが見えた人は、しばらくしたら、みんな決まって死んじゃうんだ。気の毒だな、二人とも。あんな大事故から命拾いできたのに。あら、やっと起きたの、キタさん。ああ、すいません、シスター。いいのよ。こうやって、具合の悪い子を看病するのも、私の仕事ですからね。それより、もう遅いわよ。早く帰った方がいいわ。え？ほんとだ！窓の外もう真っ暗！シスターってば、起こしてくれてもよかったのに。ごめんなさいね。あなたがあんまり疲れたように寝てたから、なんだか起こせなくて、そっとしておいてあげたのよ。そうだったんですか。大丈夫？なんだかうなされていたみたい。心配事でもあるのなら、礼拝堂で一緒にお祈り。ああ、いいえ、その、私もう大丈夫なんで、何でもありませんから。本当に？あら、顔色もとても悪いわ。そうだわ、あなた、ダイエットでもしているんじゃないの？若い女の子によくある。いいこと？無理なダイエットは禁物よ。はい、いえ、別に、私、帰ります。そう、最近は物騒だから気をつけるのよ。最近この学校から行方不明者が出てるみたいだから。行方不明者？え、2年の長谷川さんがもう3日も連絡つかないんですって。もっとも先生方はただの家出じゃないかって言ってるんですけどね。さ、もう暗いし怪しい人がいるかもしれないから気をつけて帰ってね。はい。だから起こしてくれればよかったのに。うそ、こんなに真っ暗なんて。シスターがあんなこと言うから怖いよ。近道していこう。なんでこの学校、敷地内にお墓なんかあるのよ。行かないな、もう。でも早く帰んなきゃ、またおばさんに怒られちゃう。おい、声でかいな、お前。すみません、すみません、びっくりしてつい。ま、いいけどよ。あ、この人。お前何やってんだ、こんなところで。うん、私はただ下校途中で。
近くの方だったかな。お、よく見たら昼間ぶつかった女が。こんな時間に一人で墓地なんか歩いてったら危ねえぞ。近頃物騒だからよ。ああ、はい。気をつけて帰れよ。はい。この人、怖そうな人なんだと思ってたけど、案外優しいのかも。あ、そうだ。お前さ。はい。金よこせ。はい。昼間俺にぶつかっただろ。ま、その迷惑料だな。え、パンも拾ってやったしな。そうだな、パン拾い代ってとこかな。ほら、よこせや。え、合計1050円ってとこだな。税込みだ。払ってから帰れよ。なんなのこの人。やっぱり怖い人だ。でも今私お金とかなくて。ああ、小銭くらい持ってんだろてめえ。そこでジャンプしてみ、ジャンプ。なんてベタなカツアゲ。ったく、金持ってねえならさっさと帰れ。使えねえ。しょうがねえ、本当にしょうがねえから特別に500円に曲げてやる。明日絶対持ってこいよな。500円。やべ、行かねえと。じゃあな、気をつけて帰れよ。なんなの、あれ。でも結局、気になってチカ君のこと追ってきちゃった。何してんだろう、私。おい、こっちこっち。ああ、遅かったな。何かあったのか。いや、ちょっとカツアゲしてて。下、シト君もいる。誰だろう、あの女の子。あれで結構いい加減だからね、私森もさ。さっき調べたけど、まだ賞金リストに残ってるよ、ターゲット。よし、急ごう。じゃね、僕、事務所に戻ってるから。あの子は帰っちゃうんだ。私もやっぱり帰ろうかな。でも、だってやっぱりあの二人の首のグレーのは、さっきは言いそびれたけど、何か忠告してあげた方がいいんだよね、きっと。でも信じるわけないだろうし。でもどうしよう、あのはグレーっていうかまるで黒みたい。あれじゃもう今夜にも。しかしよ、いつまで俺はこんな奴と組まなきゃなんないんだろうね。俺も好きでこうしてるわけじゃない。借金を完済するまでだろ。本当はこんな右手では不満だが、仕方なくいやいや我慢しているんだ。俺だっていやいやのいやいやだっつの。ったく上等だぞ俺。返してやるよこんな手。そうだな、交換しておくか。うるせえぞ、こら。見られた。ああ、見られた。完全に見られた。見に来た。なんだ、さっきの500円女が。まったく、まだ嫌がったのか。どうすっかな。まず私森に連絡して。いや、今ここで殺そう。何これ。おい、来るぞ。何この感じ。何かが来る。うんだよ、相手は犬かよ。ああ、犬だな。どっちが仕留める？じゃんけんでもすっか。好きにしろ、そんな小物。あっそ。ほら、早くよこせよ、俺の手首。ちぎれた手首がくっついた。さーて、稼ぎますか。何してるの、この人。ワンコ相手じゃあれだけど、まあ金のためだ。許せよ。手のひらから刀が…何それ。殺した。そうか、そうだったな。まだこいつがいたっけな。なんで、なんで、なんでこうなるの。さーて、どうするよ。なんなの、あなたたち。私のこと本気で。あの犬だって、なんで殺したり。犬？犬？いや、殺される。
あれでもまだ犬に見えるか？下がってろ。こっからは俺の番。何？犬から光が。そっか。ならよかったな、バンコ。な、こうやって成仏させてやるのがこいつのためなんだよ。そうそう、完了っと。さてと、問題はお前だな、500円。もはや見られたなんてレベルでは済まされないな。私、何も見てませんから。あなたたちが銃刀法違反とか、手首取れるとか、犬殺しとか、そういう類の情報は一切記憶にございませんというか。しっかり記憶してるだろ、それ。私はただ、親切心であなたたちに、命の危険を知らせてあげようと。首の輪が見えたから。首の輪って。逃げ足早っ。では38ページを開いて。500円。忘れてた。500円。チカ君とシト君って同じクラスなんだった。500円。後ろからなんだか嫌な視線が来るよ。500円。やっぱり学校休めばよかったかな。でもサボる勇気なんてないし。500円。やっと昼休みだ。これで二人の視線から解放される。学食に避難しようっと。ねえねえ、みちる聞いた？あ、ゆみちゃん、また出たんだってよ、行方不明者。この1週間でうちの学校でもう3人目だってよ。先生たちは家出ってことで片付けてるけどさ、絶対変だって。私急いでるんで。ああ、そっか。はい、これ。え、今日のお昼の買い出し表。ありがとね、みちる。よろしく。え、今日は早くしてね。今日は私学食に行こうと思ってたのに。なんでいつも私ばっかり。たまにはゆみちゃんもみんなも行けばいいのに。え、なーに変な顔して。言いたいことあるならはっきり言いなよ。え、なんでもないよ。あ、そう。じゃあ買ってきてね、よろしく。ちょっと待て。え、あー、こら逃げるな、500円。助けてください。昨日のことは絶対誰にも言いませんから。あー、落ち着けよ、500円。500円じゃありません。私は北みちるっていうちゃんとした名前だ。それじゃあ北さん、ちょっと付き合ってくれるかな。いろいろと聞きたいこともあるし、というか来ないと死ぬけど。でも今は。ああ、それなら大丈夫。あのさ、お前ら、こいつ今日から俺らのパシリだから、今後勝手に使わないでくれる？それこそ勝手な。じゃあちょっと行こうか。離して。ほら行くぞっつってんだよ。キリキリ歩け、こら。いいじゃんよ、そんなの。いい天気だし。よくありますか。誰か。あのこの辺ならいいかな、人通りも多いし。なあ、お前さ、あんな風にバカにされて楽しいわけ？バカになんてされてないです。友達だもん。まあどうでもいいけどさ、短い人生、言いたいことは言っといた方がお得だぜ。そんなことあなたたちなんかに。な、シト。え？ああ、いいんじゃないの、北さんが楽しいならね。ったく、また微妙に人の話聞いてねえな、こいつ。あの私本当に帰ります。じゃあ、まあ始めてもらおうか。え、始める？一体何をですか？北さん、君に使い道があるようならとりあえず生かしておいてあげるから、命がけで頑張ってね。そんなさらっと。命がけでって何なんですか一体。人間でそれが見えるものは希少だからね。試しに君にはこれからリングの持ち主を探してもらう。
ング？そう、なるべく濃い色のやつな。俺らぐらいに。何の話ですか？まあまあまあ、とぼけのはなしにしようよ。ぶっちゃけなんか見えてんじゃねえの？そう、例えば人の首に何か輪のようなものが見えるとかね。まさか。昨日言ってたよな、俺らにはそれが見えたって。首の輪のこと見たくない。もうやだ、あれを見るのは。そして例えば首にリングが現れた人間は間もなく確実に死ぬとかな。違うか？そんな、どうしてそのことを。まあ細かいことはさておきだ。協力してくれるよな？お前友達のパシリすんの楽しいんだろ。私は。あ？そんなの見えてません。本当に本当に今は何も見えてないです。今は？ああ、そういえば昨日はお友達にメガネを取られて気絶してたっけね。ああ、メガネか。じゃあこれをまず外してもらって。いや！そんなの知らないし見たくない。メガネ取るのも絶対嫌なんです。あなたたちなんか友達じゃないし、すごく怪しいし、それに私パシリなんかじゃ。バシリなんかじゃない！言えるじゃん。嫌なことは嫌だってさ。は？ま、そんだけじゃ世の中何も変わんないけどね。とりあえずさ、首突っ込んどく？来いよ。あのビルがお前のこと変えてくれっかもしんねえぜ。Zローン？そう。ABC から始まって。XY、 最後が Z、 つまりもう後がないってことさ。狭、それになんて急な階段、怪しすぎます。気をつけろ、たまにゲロとかあっから。え、ゲロ？なんで私は学校サボってこんなところにいるんだろう。ということで私はこれで。ああ、帰るのかな。そう、帰るんだ。まあ夜道には気をつけてね。ここまで来てグダグダ言ってんなって。ほらこっちだ、早く来いよ。やっぱりここは世に言う悪徳金融なのかな。返済できない人とか内臓売られちゃったり、挙句の果てにはコンクリートの重り付きで東京湾に沈められちゃったり。おい、何ビビってんだよ。ほらここだ。チュース。なんだこれ。海鮮中なら腎臓でも肝臓でも売り飛ばせばええやろが。明日には明日にはって繰り返すだけなら休館長でもできる。どんじゃこのドボケ。重り付けて東京湾に沈めたらば。やっぱり悪徳金融だ。テレビで見たことある。ベタな氷菓子だ。彼はいないようだな。外出中か。あ、人に近。あれ、お客さん。あっと、ちょっと待っててね。くらわれ。今週中にそっち行ってるさかいな。きっちり耳揃えとけよ、このボケカス。はい、いらっしゃい。まあ、どうぞどうぞ、そこに座って楽にしてください。お茶飲みます？どうも。黒飴もどうぞ。あ、鈴カステラもあるよ、食べる？どうぞゆっくりしてってね。なあユータ、私森はどこ行ったんだ？あれ、さっきまでその辺にいたんだけどな。あ、この子、昨夜二人と一緒に墓地にいた子だ。なんでローン会社なんかで働いてるんだろう。いらっしゃいませ。うわ、不気味な笑顔。まさか営業スマイル。ああ、私森、お客さんだよ。ああ、どうもどうも。この度はご融資のご相談で。いつもニコニコ Z ローンでは初めてのお客様にも
真心を込めてご融資しております。でいかほどご入り用で。違います。あ、暁くん、橘くんの連れということはもしかして。うわ、なんと形容していいかわからないすごい顔。あ、なるほど、あっち方面のお客様ですね。残念ですが、ゾンビローンの方は審査がありましてね。ゾンビローン?まだ生きている方にはゾンビローンはご利用いただけませんで、ご了承くださいね。生きてる方はって。はまあ、そちらは一度死んだ後にでもまたどうぞ。その代わりオプションのみでしたらご存命の方でもご利用いただけますよ。ゆうたくん、申し込み用紙。はい。この商品などとってもおすすめですよ。ほらこれ、寝たきりプラン。寝たきりプラン。あの、だから私違うんですけど。は？違う？お客じゃない。お客じゃありません。はっ、ゆうたくん、お茶下げて、もったいない。はーい。まったく、まだ1回しか使ってないティーバッグだったのに。ティーバッグ1個あたり 5.38 円の計算だから 1.35 円の損害ですね。ああ、もったいない、もったいない。あの、お金に困ったらいつでもどうぞ。あ、これ名刺です。はあ、なんて読むんだろう、これ。亀？べっこうって読むんですよ、べっこうさんね。みんなには私森とも呼ばれてるけど。はあ。なあ、私森、こいつだよ。昨日話しただろ、リングが見えるってやつの話。リングが見える。ああ、はいはい。この私森って人も首の輪のこと知ってるんだ。部外者を協力させるんですか。あまり感心しませんね。だが俺たちは死人と人間の区別がつかない。それに返済率が上がるなら悪くない話だと思うが。死人、返済率。あの、それで私にどうしろと。お、まあそうそう、まあ簡単に言うとだな、お前には協力してもらうってことさ。俺と使徒の借金返済のな。借金。そう、借金。はあ、まだ未成年なのにこんな悪徳金融にお金借りてるなんて。つうかお前、今俺のことだらしねえやつだみたいな目で見やがったな、この野郎。パシリの分際で生意気な。だからパシリになった記憶は。というか私そんな何もできません。できるよ、君は死神の目を持っている。死神の目？君が見えるというそのリング、何のためにあるか知っているかな。首のリング。リングはつまり切り取り線なんだ。最初は薄いグレー、そしてそれは日を追うごとにだんだんと色が濃くなっていく。だよね、北さん。なんでこの人そんなことまで知ってるの。そしてそれが真っ黒い輪に変わったとき。黒い輪は目印なんだよ、死神専用のね。そういうことだな。だからそのリングが見えるお前は死神の目を持ってるってわけだ。そこで問題だ。死神に切り取られるはずの黒いリング、だがその中にはリングに捕らえられながらもずっと平気で生きているのもいる。え、そんなことって私今までそんな人には会ったこと。そう、おかしい、矛盾している。正確に言うとそれは人ではない、生きている死体だ。死体？あるはずがない、あってはならないもの、この世にとどまってはならない存在。それって、それじゃまるで。そいつらを然るべき場所へ送還する、それが俺たちが今やっている臨時バイトの内容だ。そう、
これが結構高収入でな。バイト？俺らにはリングが見えないんだ。だから代わりにお前が探す、俺らが殺す。ほら、うまくいきそうだろ。高収入ゲットーつーわけだ。ま、取り分は9対1ぐらいで。殺すって何ですか？あ？昨日の犬みたいに黒いリングの出てる人間を殺すって言うんですか？できません！私そんな人殺しの手助けなんて。人殺しじゃねえよ、化け物殺し。でも死んでるはずなのに生きてるなんて、それじゃあまるでゾンビじゃないですか。嫌です。私それってむちゃくちゃ危険なバイトじゃないですか。危険なバイトね。まあそうかもな。そうですよ、ダメですよ、そんなことしちゃ。あ、なんで？だってあなたもくっきり出てるんですよ、グレーの輪が。俺らの首に？グレーのリングが？そうですよ、もうすぐ死ぬかもしれないんですよ。自分の命が危険な時にそんな危ないバイトなんか。おい、メガネ外して俺らの首もう一度よーく見てみな。え？あ、ほら、まだそんなにくっきりと。あれ？死ぬね。ま、そう言われてもピンとこねえんだよな。グレーじゃない。今も生きてるのかといえば語弊がある。違う、グレーなんかじゃない。この色もうほとんど。俺らもう死んでるしさ。黒、真っ黒いリング。ああ、こらこら、まだ気絶すんな。やってもらうことはたんまりあるんだからな。近づかないで。何それ、すっげえ安易な発想。指で十字架作ったって効果があるわけねえだろ。悪霊退散、はい、なんちって無駄無駄無駄。さて行くぞ500円。本題はこれからなんだからな。離して、人さらい、お化け、モンスター。せえな、もう。ほんじゃ私森、俺ら行くわ。ああ、はいはい、一銭でも多く返済してくださいよ。分かってるよ、行くぞ暁。手を離して、ゾンビ。あのな、そんな低級なのと一緒にすんなよな。アンデッドと呼べ、アンデッドと。同じです、どっちも化け物じゃないですか。あ、離してくださいってば。ひどいですよ、大事なって適当なこと言っておいて。本当は自分たちの方がゾンビなんじゃ。そう、ゾンビゾンビ言うなよ。死んでても結構傷つくんだぞ。俺だって好きでこんな体になったわけじゃねえよ。え？いつまでもこんなリングに縛られてんのはごめんだ。だから俺は化け物退治で金を稼ぐ。金さえあればこれも発する。俺は絶対何が何でもこんなリングから抜け出してやる。こっちだ、大通りで試してみよう。どうよ、見えるか？はあ、もともとそんなに目は悪くないので。ああ、じゃあなんでそんなにメガネ取んの嫌がんだ？本当は今だってすごく嫌です。首の輪なんて見たくないし。まあ、ここはバイトだと割り切って頑張って探してみてくれないかな、命がけで。はい。あ、なんだ？あ、いました、黒いリング。あっちに歩いてるおばさんがそうです。マジかよ、早速ビンゴか。行くぞ暁、やるじゃんよ500円。待てや、そこのおばちゃんゾンビ。ああ、なんざます、ゾンビってなんざますか。あ、て、おい、この首の輪、俺でも見えるぜ。ほんとだ、ただのごついアクセサリーだ。なんざます、このお蝶花がどうかしたんざますか。これはオフランスで買った高級の。申し訳ありません、マダム、こちらのお召し物も素敵で。こちらのお洋服はね、イタリアの高級店で買った一点物で。おい500円、次行くぞ、今度間違えたら蹴り倒す。だって、早く次を見つけろ、走りながら見つけろ。無理ですよ、走りながらなんて。てめえも涼しい顔して走ってないで何とか考えろ。うん、
ああ、いいんじゃないか、右に行っても左に行っても。また聞いてねえ , 笑ってねえで行くぞ500円。ちょっと休憩すか。はい。なかなか見つかんねえもんだな。つうかよ、お前がリングとアクセサリーの区別つかねえのが悪いんだぞ。うん、すみません。ったく、さっきのだって単なるジャラジャラ系のパンクス兄ちゃんだったじゃねえかよ。キタさん、疲れたでしょ。はい、コーヒー、そこの自販機のだけど。これって有料ですか？一杯500円出せとか。まさか、あいつじゃあるまいし。お、自販機がたくさんありやがるぜ。ちくしょう、釣り線残ってねえかな。あの、シト君。はい。あなたたちって本当にその死んでるの？うん、ま、そうなるね。やっぱり半年前の事故で。そう。じゃあ、あの、本当にゾンビなの？今私たちが探してるような黒いリングのついたゾンビと同じ。違う、あんな低級なのと一緒にしてほしくないな。あ、チカ君と同じこと言ってる。奴らはただ死にきれなくてダラダラ生きているだけだ。理性もなければ意志もない、欲望もコントロールできない。うん。俺や暁は違う。自分で物を考えることができるし、意志も目的もある。目的？生きたいから生き続けている。死んだ時借金したってことだよね、あのゾンビローンで。ああ、延命ローンの契約をしたんだ。私、お金のこととか詳しいことは知らないですけど、私だったら死んだら死んだでそれで仕方ないやって思っちゃうかも。あの、その毎日それなりに楽しいし、私結構うまくやってる方だと思うし、だから借金してまで別にどうしても行きたいってほどじゃないっていうか。じゃあ死ねば。え、最悪だなお前、死にながら生きてる、全くもって最悪だ。シト君、もう優しくするのはやめた、飽きた。本当に死に値する傷を、痛みを、お前がどれだけわかる。そんな。ただ生きているだけならゾンビでもできるんだよ、クズ。私があそこまで言われるの？もう疲れた。早く寝よ。え？何よこれ。なんで、なんで私の首に？鏡に映った私の首には、薄い灰色のリングが、くっきりと見えた。もうこんな時間、思ったより時間かかっちゃった。急いで帰らなきゃ。あ、すいませんシスター、急いで下校しますから。え、来たミチル。ねえねえ、ミチルったら今日も休みだよ。これでもう3日目だよ。まさかあれじゃないよね？ほら、例の行方不明事件、うちの生徒がたくさんいなくなってるっていうやつだよ。まさか。北みちる、生まれて16年と3ヶ月。思えばつまらない人生だったな。私はどんな風に死ぬんだろう。病気？それとも交通事故とかかな。やっぱり殺されるとかかな。ミチルちゃん、入
るわね。あ、はい。具合はどう？おじさんも心配してるわよ。すみません。お腹空いたら言ってちょうだいね。お粥でも何でも作ってあげるから。身内なんだから遠慮しないのよ。ありがとうございます。嫌だな、死ぬ時もおばさんとおじさんが私のことを見とるのかな。最後までこうやって作り笑いしなくちゃいけないのかな。あ、それからさっきから家の前に変な二人組がね。あ、はいはい、ちょっくらどいてください。毎度どうも、取り立て屋です。お邪魔してます。ちょっと何ですか、勝手に上がってきて。あー、結構いい部屋住んでんな。一人部屋にしては広いじゃん。なんですかあなたたちは。不法侵入ですよ、警察に。あー、不法侵入、ちゃんとピンポンして上がったっすよ。おばちゃんこそイルスの罪なんじゃないですか。チンピラかお前は。こういう時はだな。すみません、僕たちは彼女のお見舞いに来ただけなんです。これつまらないものですが、よかったら。ちょっと、とにかく一度出てって。頭の固いおばちゃんだな。いいぜ、出るとこ出てもよ。そういう意味ではないだろう。待ってください、その人たち私の友達です。そうなの？友達？そうなの。じゃあ、まったく信じられません、家まで押しかけてくるなんて。何威張ってんだこの野郎。パシリのくせに無断でサボりやがって。職務放棄じゃねえか。そんなの関係ないじゃないですか、ほっといてください。どうせ私なんかもうすぐ。とにかく帰ってくださいよ。つれねえな。ああ、もうまったく、後でおばさんになんて言われるか。不良と付き合ってるのとか、姉さんの遺言があるんだからきちんとしてもらわないと困るとか。おばさん、ああ、そういえば表札の名字が違っていたな。ああ、じゃあお前居候じゃん。居候じゃんないです。両親が死んで保護者がいないから、仕方なく母の妹さんにお世話になっているだけです。だからそれ居候じゃん。そうですけど、私だって好きでこんな家にいるわけじゃない。母の遺産のこともあるから優しくしてくれているだけなんです。ふーん、興味ね。お前ってほんと暗くて後ろ向きなやつだな。俺の大嫌いなタイプ。暁、そんな言い方彼女が傷つくだろ。ねえ北さん、何か悩みでもあるなら相談に乗るけど。あなたがそれ言いますか。その笑顔が一番信用できません。どうせ私は人間のクズですし。あー、めんどくさ。とにかくだ、今日もやるぞ、黒いリング探し。今夜9時に学校の墓地に集合だからな。そんな、キッキーやってんのは勝手だけど、遅刻したらぶっ殺す。嫌ですよ、また勝手なこと。私は今それどころじゃ。あ、そう、じゃあ金返せよ。もう冗談じゃない、払います、払いますよ。500円くらいならすぐに返せます。残念でした、もっと早く返せば500円だったんだけどな。お前に貸した金な、あれ500円から5000万に増えたから。そんな無茶苦茶な。ああ、なんつうかね、3日で5000万の利子、俺金融の俺利子。ああ、正確には5000万飛んで500円かな。小学生の理論ですか。とにかく待ってんかんな。行きません。ねえ北さん、これは人助けでもあるんだよ。人助け。ここ10日ほどでうちの学園の生徒が連続して行方不明になっている話を知っているかな。でもあれは家出だってシスターが。シスター？ああ、表向きはそうは言われているが、今月でもう6人目だ。おそらく彼らはゾンビに連れ去られた。ゾンビ？俺たち乗っている黒いリングの持ち主にね。それって。ああ、こんな、なんてことだろう。ここまで気づかなかったのは俺たちも迂闊だった。君がもっと早く協力してくれれば、もう少し犠牲を抑えられたはずなのに。そんな、大体どうして犯人がそのゾンビだってわかるんですか。言ったろ、奴らは欲望の成分が効かない。俺らは違うけどな。だからって
ちなみに奴らゾンビの主食は、ほら映画か何かで見たことないかな。まさか。そう、そのまさかさ、人の肉だ。あの、こっちに来ないで。バカ、俺らはお前なんか食わねえよ。さあどうする。どうするって そんなこと言われても私それどころじゃん。どうせ死ぬなら怖くない方がいい。ああ。とにかく私この部屋から一歩も出ませんから。なんかさ、お前さっきから矛盾してねえか。好きでここにいるわけじゃないって言ってなかった。それは、そこが嫌なら飛び出してこい。待ってんぜ。別にいいんだ、死んだって誰が悲しむわけでもないし、生きていたいわけでもないし、でもだけど。みちるちゃん、お電話よ。斉藤さんのお母様から。え、ゆみちゃんの。あ、はい。はい、もしもし。みちるちゃん、あの、斉藤ですけど。はい、どうしたんですか。実はユミが行方不明なの。もう2日間も学校から帰ってきていないの。え、ユミちゃんが。まさかユミちゃんまでゾンビにさらわれたの。ううん、ユミちゃん割と遊んでるっぽいし、プチ家でとかだよ。人を困らすの好きなんだから、いつも嫌なこと私に押し付けて。だからきっと平気。きっと。でも、でもユミちゃん。あいつ来るかな。さあ。さあってな、お前。自分で動けなきゃゾンビもただの死体だ。ったく、しっかし遅えな。来なかったら絶対速攻殺す。9時15分か。これ以上は時間が惜しい。そろそろ行くか。ん、待って。あ、あの正門閉まってて、それであっちの部屋を登ってきたら時間かかっちゃって。すみません。言い訳は後にしろ。行くぞ暁。ほら、お前もさっさと来い。5000万円。うん。入るぜ。ちょっと待って、二人とも。夜の校舎なんて真っ暗で何も。たった壁に頭を。暗くて前が見えません。俺は平気、なんせゾンビだから。スタスタ歩いて行かないでくださいよ。それに大体どうして校内に入る必要があるんですか。バカか、お前、生徒6人も行方不明なんだぜ。これはもう犯人は学校関係者しかいないだろうが。いずれの6人もみんな下校確認されていない。つまり校内に犯人が潜んでいる可能性が高い。7人です。ユミちゃんも私の友達もいなくなってるから。いった。目が慣れるまで俺の手に捕まって歩くといい。頭をぶつけて気絶でもされたら俺たちが困る。結構です。そう、じゃあ気をつけて。ならば先に行くぞ。お前の歩調に合わせていたら夜が明ける。ひとくんって優しいんだか怖いんだか分かんない。ちかくん、あの人本当はどういう人なんですか。使徒のことか。はい、一言で言うなら、チンカス野郎だな。チン、え、偽善者面しやがって。すぐに切れし忘れし、人の話聞いてねえし、しかも人が聞いてねえと切れし。はあ、奴とは何度やり合ったが、けど次の日にはコロッと忘れてやがる。ありえねえ、ありゃ虫だな、虫、虫以下だな。落ち着いてください。けどよ、気に入らねえが仕方ねえんだ。おい、教えといてやる。俺の右手はな、俺のもんじゃねえんだ。え、使徒の右手だ。で、本物の俺の右手は使徒のやつが持ってる。まあ、ちょっとした手違いっていうやつでな。ゾンビにされた時入れ替わって蘇生しちまったんだ。
俺らが狩りの時に使う武器、ありゃ自分の右手じゃねえとできないんだ。だから取り替えるんですか、お互いの手首を。そうだよ。でも手首を交換して元に戻せるのはせいぜい1時間程度。それ以上時間経つと腐っちまう。腐るんですか。そう、腐ってポロッといっちまう。ついでにお互いの距離があまり離れても腐っちまう。要するに使徒と俺は常に一定範囲内にいなきゃなんねんだ。使徒の右手は俺に、俺の右手は使徒にくっつけといて、ここぞって時だけ交換する。超不本意だが仕方がねえ。俺と奴は運命共同体なんだ。運命共同体。ゾンビローンを完済するまでのな。無駄話は終わったか。なんだと。来るぞ。なにこれ、床から白い煙。足掴まれました。アストラルを使ったな。学校だからな、それだけ残留した思念も多い。器用なことやってくれんじゃん。行くぞ若月。そんじゃあな、稼ぎますか。なんだのこれ、幽霊。ま、そんなようなものだ。てやほら、どうした。こんな子供騙しなんだ、全部ぶった切ってら。うぅ、またいっぱい床から湧いてきた。全部相手にする気か、バカが。何？ひとまずに踏んだ、走れバカ。てめえバカバカ言うんじゃねえ。だがおかしい。何が。残留アストラルを具現化できるゾンビなんて聞いたこともない。ああ、そんなの俺らだってできんじゃん。俺たちは渡し森との契約があるからだ。ただのゾンビにこんな芸当ができるわけがない。なんだよ。彼女はどうした。どうしたの、こんな遅くに。あの友達を探していて。その、そう、こんな遅くに。とにかくこっちへいらっしゃい。それ本当か、ユータ。うん、すっごいよ。賞金がどんどん跳ね上がってるよ、そのゾンビ。マジか。うん、こんなの僕も初めて見た。よかったね、今夜はいい稼ぎになりそうじゃないの。あ、ちょっと別の電話入ったから。うわ、ウンドルかい。払えないだ。これ以上支払い遅らせてみぐらい。一日につき一本ずつ踊れの指持ってくぞ。まっすぐや。ごめんね、あの、もしもし。あ、くそ、10円切れた。もっと情報聞こうと思ったのに。使徒、てめえが今時携帯持ってねえのが悪いんだぞ。電磁波が体に悪い。なんだそれ、ゾンビのくせに。ユミちゃん。薬が効いて眠っているから起こしてはダメよ。でもどうして保健室に。教室で気分が悪いと倒れていたのよ。一晩動けないでいたのね、かわいそうに。でももう少ししたら目が覚めるわ。そうですか、よかった。あ、じゃあ私ユミちゃんのお母さんに連絡して。綺麗な髪ね。シスター、痛いです。髪を引っ張らないで。私電話を。言っちゃダメよ。そうだわ、今温かいミルクをあげるわ。とっても美味しいのよ、無添加のミルク。え？この学校はね、もともとは修道院だったのよ。この保健室の隣に私の部屋があって、ここで寝起きしてるの。毎日お御堂のお世話をしてね。はあ。来る日も来る日も。ねえ、北さん。あなたこの間、貧血で運ばれてきたのよね。
それでどう？その子は。はい、おかげさまで。そう、今の子はダイエットなんて言ってあんまり食べないでしょ。私はきちんと食べる子の方が好きよ。はあ、綺麗な肌ね。唇も綺麗な桜色。よく食べて血色が良くて少々肉付きがいい子が私は好き。あなたはもう少し食べてくれた方が良かったわ。あのだってその方が美味しそうでしょ。そのまま動くなよ。でっけえ包丁持って微笑んでるシスターさん、そいつを離しな。大ぐらいの上悪事期か。最悪だな。急を要するんで窓から失礼すんぜシスター。シト君、近く。よう、ご苦労さん。よくやったな。お前の役目はここまでだ。え、さっさと帰っていいぞ。行方不明者の共通点は3つ。全員がこの学校の生徒であり、かつ校内で消息を絶っている。なおかつ全員女であること。犯人は若い女の肉がお好みのようだね、シスター。え、まあ要するにお前には餌になってもらったわけ。ひどい。今度ばかりはよりひどい。協力しろとかなんとか言っといて、そんなために私は。ごめんね北さん、俺も暁も利用できるものは最大限に利用する主義なんだよ。分かってね。むっちゃ笑顔。ああ、鬼、悪魔、ゾンビ。何？ち、往生際の悪い奴だな。追うぞ。礼拝堂、保健室とつながっていたのか。食は私たちが生きるために神がお許しくださったただ一つの欲望。過ぎたる欲は罪、快楽を求めるのは邪悪。ユミちゃんが、ユミちゃんを離して。私はね、ずっと神だけにお仕えしてきたの。自分の中にある横島な声に耳を塞いで。でも、もう今はとっても不思議な気持ち。シスターに黒いリングが。フードで隠していたのか。あなた、このリングが見えるの？私は自分では見えないのだけど、ある人が教えてくださったのよ。ある人？私を縛るいろいろなしがらみからこの黒いリングが解放してくれる。これは契約の証なんですって。契約だって？それじゃあシスター、あなたがみんなをさらって食べ物にしたんですか？そうなのかしら。よく覚えていないの。最近一つのことを長く考えられないの。心に浮かぶのは一つだけ。食べること。クズが。あの世で神の肉でも食らえ。うっ、ユミちゃん。だったよし、被害者ゲット。赤月、いってぇ。あ、近く。男の肉はまずい。女の子のお肉がいい。うっせえぞこの食いしん坊。おい、5000万こいつ向こうに持ってけ。え、うん、ユミちゃん、しっかりして。まったく、バカだ。油断したな。うるせえ、来るぜ。シト君の腕がちぎれて。ミヤー、足りないのよ。まだまだ食べたいの。もっと食べたい。う
腕一本持っていかれるなんざ油断したんじゃねえのか。問題ない。おい化け物、利き腕じゃなくて残念だったな。何しやがんだてめえ。やはり片腕がないと照準が狂うな。絶対わざとだろうてめえ。ミチル、こっちで5分食い止める。お前はそいつを引きずってなんとかドアまで行け。なんとかって、そんなの無理。無理じゃねえ、さっさと死ねえとぶっ殺すだって二人とももうそんなにボロボロで死んじゃうよ。させねえ、俺は死なねえ。どうしてそんなに必死になれるの。生きてっからな。生きてるから。元気がいいのね、あなたたち。美味しいものは最後にしたかったけど、やっぱり先にその動けない子からいただくわ。ユミちゃん、ダメ。ミチル、血のいい匂い、お肉ちょうだい。させるか。このスーパー食いしん坊が、そんなに食いたか。てめえが刺身になりやがれ。化け物が。お前もな。どうする、やべえよこいつ。ユミちゃん、よかった、無事だった。今は奴が先決だ。だな、しょうがんねえ。おい、まだくたばるんじゃねえぞミチル。なんつう速さだよ。潜在能力が限界まで引き出されている。スピードも体力も俺たちより数段上だ。まるで獣だな、こりゃ。獣、そうか。早く死んでよ、お肉が硬くなっちゃう。こんなの力だ。そっちは外れ、俺が世界。獣の勘が仇になったな。おやすみシスター、ゆっくり眠りな。あれユミちゃん、ミチルってさ、いつもそうやって適当にヘラヘラ笑ってて、そうしてれば自分はいい人とか思ってない？そんなこと、ユミちゃん。はっきり言ってそれってすごい不誠実だよ。そんなこと言われたって。自分のこと鏡で見てみなよ。黒いリング、私そうそう完了っす。あれ、光だ。綺麗な光。チカ君が立ってる。あれ、あの子。ユータ、こいつの傷治せるか。あっちゃー、こりゃひどいや。チカとシトの傷は治せるけど、これは僕でも無理だね。生身の人間じゃエクトプラズムの拒絶もあるからな。持ってあと 4,5 分。残念だけど無理だよ。そうか。シスターの方はなんとか片付けたぜ。友達の彼女も無事だ。そっか、よかった。ほう、これはこれは。私森、いつの間に来やがったんだ。あ、別光さん、見て見て。これは確かに虫の息というやつですね。5、6分どころか3分も持たないでしょう。しかしまあ、助からないこともないですよ。あなたたち次第ですがね。おい、まだ生きてっか。
お前さ、死ぬんだってさ。どうする？言っとく？だったらなんでそんな顔してんだよ。やだ、死ぬのやだ。言いたいことなんて何にも言えてない。したいことだってたくさんある。かっこ悪いな私。でも知らなかった。死なんて軽く口にしてたのに、こんなに痛くて怖くて悔しいなんて。でも私生きたいんだ。みっともねえな。確かに生きてくってのはよ。それから目が覚めたら、あの Z ローンにいました。首のリングも消えていて、つまり私は死ななかったんです。あれ？なんで？私、生きてるの？死んだわけでも、ゾンビになったわけでもありませんよ。ただちょっとばかりあなたの運命を金で変えたのです。え？そういう契約を彼らと結んだのです。ああどうぞ、お帰りはあちら。契約？私は何も。これはゾンビローンの追加プランですから、人間には組めませんので。暁地下、立花氏と両債務者が新たに負債を負うことであなたを救命したのです。ちなみにね、これかなりお高いんですよ。運命歪曲料として、まず。それって何かの間違いじゃ。なんであの人たちがそんな私なんかを。そう、こっちはただの商売ですからね。動機などどうでもいいんですが、あなたが命の勇士に値する人間だと彼らが判断したのではないですか。チカ君とシト君が私のために借金を増やした。地獄の沙汰も金次第、運命などそんなもんです。ミチル。あ、ユミちゃん、どうしたの？心配したよ、ずっと学校来なかったからさ。うん、ちょっと具合悪くって。ユミちゃんはあの夜のことを何も覚えていないみたいだった。そうそう、あんたに渡すもんがあるのよ。あ、ミチル、やっと学校出てきたんだね。あ、そうだ、これ今日の昼の買い出しメモお願いね。え？よろしくね。その私今日お昼購買じゃないから、だから行けない。そっか、じゃあしょうがないね、私が行ってくるよ。あ、私オレンジジュース追加ね。あ、うん、わかった、よろしくね。ミチル。え？やるじゃん。あ、そうそう、これノート。あんた3日も休んだでしょ。授業遅れると思って写しといてあげたの、感謝しなさいよ。ん？どうしたのミチル。うん、
いてんのよ。ユミちゃん、ごめん。はあ、何よもう。いた。あ、近く。よう、パシリ、生きてたな。放課後、またリング探しに行くからね。逃げんじゃねえぞ。身を粉にして借金を返してね、北さん。はい。自分は一人だと思ってた。自分一人だけが不幸だと思って友達まで見捨てようとしていた。だけど私は気づいた。気づくことができた。あの二人、チカ君とシト君のおかげで。お父さん、お母さん、私生きててよかったよ。ドラマ CD ゾンビローン、タデマ収録終わりました。お疲れ様でした。もうすっかり高めのテンションでお送りしていくわけなんでございますけど、今からですね、メインキャストの皆さんにフリートークをしていただこうかな、なんつう、まあフリーとね、フリーです。もうフリーダムで、自由な、もう自由すぎるほど自由でいいです。、全然構いませんので、まああのちょっと、感想ですかね。感想、参加してみての感想なんぞちょっと言っていただけると嬉しいかななんて思っております。ではまずトップバッター、赤月ちか、鈴村圭一。あ、どうも、お疲れした、お疲れした、ね、はい、何ですかこれ、何言いますか、感想ですよ。いやー、楽しいですね。うわ、嘘ってなおい。じゃあね。いやいや、みんながきっといいこといっぱい言ってくれるんで、いや僕は大変楽しかったですよ。俺もいいこと言いました。いやいや、面白いですね。あの、なんだろう、なんだろうな、結構こう、アクションっぽいところもいっぱいあったので、なんか小屋さんが後ろにニヤニヤしてるのがやだ。なんでよ。すっごい見てるよ、小屋さん。ひどいな、もう直視してるよ、なんかね、そういう部分もあるので、はい、なんかこうね、あの、こう、なんでしょう、わ、楽しそうだなって思ったの。はい、鈴村さんでした。第2弾に行きたい。はい、続きまして、プロダクションバーバブ、ゆうた役、川上智子さんでございます。わー。なんでプロダクションまで言うの。重要かと思って。あ、まあ、の鏡です。あの事務所からね、はい、連絡をもらった時に、はい、題名を、はい、まあ、電話で聞いてたんでね、はいはいはい、あのはっきりね、分かんなかったってのもあるんですけど。ほうほうほう、どういうことでしょう。ゾンビローンです。あ、ゾンビローンではなくて、ゾンビローンっていう風に、うの聞いたのでね。どこの人だな。もど、あ、どう、バーバブでございます。まあどんなお話なんだろうって思ってすごい楽しみにしてました。はい、そしてやっても実際楽しくて、で出番が今回あんまなかったんでね。でもインパクトありますよね、ゆうた。ありがとうございます。あと、だからなんというか、こうもっとこうゾンビローンを、あのゾンビローンなんで、もっとクローズアップしてゾンビローンの話をまた作ってほしいなって思いました。よろしくお願いします。ありがとうございました、川上智子さんでした。じゃあ続きまして、私森、べっこさん、べっこさん、私森、クエスタゲットさんでございます。お疲れ様でした。クエスタゲットです。お疲れ様でした。店長、店長、さっき待ってる時に川上に店長と言われて、店長ってなんだろうと思ったら、確かにね、ローン会社の、え、店長ってか社長ですよね。そんなことないですよ。社長、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 おごって。まあおごるよ。わじゃあこの後はもう社長のおごりからでもね。あの僕ね、個人的にゾンビという言葉に非常に弱いんで。なんでですか、どういう意味ですか。なんかゾンビっていう言葉は言われ、なんかちょっとなんか出ちゃいそうな感じ。何が。それは何かなんですけど。
ゾンビが本当にいるかどうかは別として、ええ、あ、思い出があるとかじゃない。いや全然全然なんかそのゾンビというその なんで言葉からこう発生するそのゾンビ自体のものとか、はいはいはい、なんかちょっとなんかこう心惹かれるものが、ああそうなんですね。あのすごいなんかギミックとかね、こう世界観のギミックとか、あ、あの着眼点すごいいい作品です、ね、思いましたね。なんかでもちょっと、はい、あのタイトルがまた違う伝わり方してたんですよ、ね、僕ですか、はい、あ僕はうちはあのゾンビロンとゾンビロンと、あ、可愛い子が活躍するのかな。でも川上が主役でゾンビロンっていう子がいるのかな。だいぶテイストが変わりますけどね。なんだよそれ。テンテンちゃんとか番外編でいいじゃないですか、ゾンビロン。テンテンちゃん。テンテンちゃんって言っちゃダメなんですよ。アジア方面です。それキョンシーだね。それキョンシーですよね。ゾンビのゾンビで。キョンシーもね、ちょっと惹かれるもん。まあとにかくあの2とか3とか ね長いの続いて、映像とかでも見てみたいぐらいの感じの作品なんで、とっても楽しくやることができましたので、次回もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。小林さんでした。そして続きまして私、立花氏とやらせていただきました桜田からでございます。すいません、まばらなくしてありがとうございます。ですね、なんかちょっとクールなような、かといって学校な、裏表ってか、すごいちょっとなんかある意味嫌なやつっぽいみたい、ひどい人、最低だよお前は。主人公に言われましたけど、ぴったりだ、ぴったり、いやぴったり言うな。いや、プライベートはもうちょっといいですよ。もうちょっと、もうちょっと、若干ですけどね。いやでも本当に映像化されたらちょっとドキッとするような、かっこよかった。だってシスターが壁、あの可愛い顔で、何秒何秒するね、きっと、すごいなと思って、ぜひぜひ、まあ CG ドラマもすごく、また原作の絵見てるものと違って結構怖かったりするんじゃないかなとかって思うと、すごく、違う楽しみ方ができるんじゃないかなみたいな。これなんで普通のこと言うとシーンとするんですか。いや感想ですよこれ。正しいですよね。わかるわかる、じゃあそろそろ真打ちに登場していただきましょう。北見千鶴役、倉島真岡さんでございます。どうもどうも、みちるをやりました桑島宝子です。すごいギャー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 置かないことがいっぱいあって、みんなにこうひどいこともいっぱい言われましたが、なんか打たれ強い子だなと思って、楽しくやらせていただきました。本当に2があるといいなと思っています。やりましょう、やりましょうね。何何何その解説は。本当だよ。はい、ね、はい、頑張りましょう。ありがとうございました。はい、というわけでゾンビローン、フリートークのコーナーでございました。一回と言わず何回も聞いて隅々まで楽しんでくださいませ。本当に最後まで聞いてくれてありがとうございました。ありがとう、さようなら。